長岡インターチェンジ手前長岡バイパスは、新潟県長岡市川崎町から、道志大津三丁目に至る国道8号の延長 15.25km のバイパス道路。長岡市の市街地郊外を、東から西に横断するバイパス道路。1986年全線開通。一部の区間国道351号、新潟県道23号柏崎。 高浜堀の内線と重複している。終点側の一部が暫定2車線であるほかは4車線で開通しており、一部立体交差方式となっている。交通量は国道8号北町において平成22年度道路交通センサスで約3万5000台日、平成17年度道路交通センサスで約4万6000台日。長岡東バイパス。 長岡東西道路、佐賀ンバイパスと合わせて長岡市の外環状道路を形成する。バイパス開通後の国道8号の旧道部分は国道351号や国道404号などの別路線に転換された。鉄道とのアンダーパス部では道路上空に公園が設けられている。交通量は多いにもかかわらず、接続する長岡東バイパスと比較して、 立体交差となっている箇所が少なく、また交差点が近接している関係で、新町一丁目交差点や長岡大橋の前後では、慢性的な交通渋滞や混雑が見られる。それ以外にも朝夕の通勤ラッシュ時には、特に一家の交差点を先頭に渋滞が発生する。東バイパス建設前の国道8号は、長岡市内の中心部から、 現在の新潟県道467号、宮本大島線を経由する区間、また、大津町地内の境外な区間が指定されており、こうした区間を迂回するために建設された。国道8号の旧道は、長生橋を渡り、関原の中心部を通るルートであった。新潟県道23号柏崎、高浜堀の内線は、バイパス開通後の指定のため、旧道は存在しない。 橋道の駅国道8号長岡東バイパス、長岡バイパス原道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 、赤田トンネル国道351号新江の木、トンネル、長岡バイパス原道、おじやバイパス。ありがとうございます。